こいつの名前はズンダマン。ズンダの妖精である。今では、ニコニコ動画、YouTube ともに爆発的な人気を誇る、ボイル界のマスコットキャラクター的存在と言っても過言ではない。それほどまでに大流行しているのですが、ズンダモンには一つ大きな謎が隠されているのです。その謎とは、ズンダモンが男の子なのか、女の子なのか、はたまた、性別がないのか、という話です。ズンダモンの性別に関しては、このチャンネルのコメント欄でも議論され続けており、キノコの山派とタケノコの里派のように、男の子派と女の子派で対立状態となっています。そこにモザイク入れるのやめろ。というわけで、今回はズンダモンは、キノコの山なのか、そうでないのかを検証していこうと思います。意味不明なのだ。というか、検証って一体何するつもりなのだ。簡単な話ですよ。ズンダモンには、このハッカー油を塗ってもらおうと思います。塗るってどこに塗るつもりなのだ。ハッカー油を塗る場所なんて、一つしかありませんよね。やめるのだ。僕は女の子だから、そんなもの塗っても何も起きないのだ。それなら塗っても大丈夫ですよね。ちょっと待つのだ。うわー